これは、ヨハネスブルグにあるヘルプメッカー大学にて撮影された、恐ろしい映像。真夜中の大学構内、静寂に包まれた廊下を、監視カメラが捉えています。無人の廊下、のはずですが。いかがでしょうか。画面の奥から徐々に白い人影が浮かび上がってきます。ゆっくりと廊下を移動する人影、その姿はまるで宙に浮いているかのようにも見えます。そして人影はゆっくりと教室の中へと消えていきました。この映像を見た大学の責任者は過去の出来事を語り始めました。これは数年前に病気で亡くなった女子学生の例ではないか。生前は非常に優秀な学生だった彼女、しかし、重い病に侵され、大学に通うことができなくなってしまったといいます。そして、彼女が最後に授業を受けた教室こそ、映像に映っていた教室だったのです。この映像は、単なるカメラの故障や、光のいたずらでしょうか。それとも、この世に未練を残した魂が、かつての学校をさまよっているのでしょうか。アメリカ、ペンシルバニア州に住む男性は、自身の彼女と二人、裏庭で映像を撮影していました。雨の降る中、楽しそうに語り合う恋人同士。男性がカメラを彼女に向けて撮影しています。しかし次の瞬間、いかがでしょうか。雨が降っている中、撮影をする二人。一瞬ではありますが、白いもやのようなものが、二人の前を通り過ぎます。撮影者の男性は、それが走っている男性のように見えた、と、語っていましたが、映像を注意深く見てみると、確かに人の上半身のような形にも見えます。しかし、一体これは何なのでしょうか。この映像に映った白いもやの正体は、未だ解明されていません。雨粒の反射、それともカメラの故障。しかし、科学では説明できない何かを感じずにはいられません。皆様はこの映像、どのように思われましたでしょうか。続いてご紹介する映像は、2009年に DC ベリンガーという YouTuber がアップロードしたもの。その映像には、誰もが目を疑う存在が記録されていました。それではご覧ください。いかがでしょうか。森の中から農道を映す映像では、そこを横切る怪しげな白い影が記録されています。その影は、まるで生きているかのように、不気味に揺らめいています。こちらの映像では、牧場のような場所で、同時に複数の白い影が歩いているようです。もし、これが本物の霊であるとするならば、それは凄まじい数であると感じます。実は、
この映像が撮影された場所は、かつて激しい争いがあり、多くの犠牲者を出した場所として知られています。地元住民の間では、霊が出る場所として有名で、誰も近づこうとはしないと言います。撮影者は、もしかしたら、彼らは帰る場所を失い、この地を永遠にさまよい続けているのかもしれない、と語りました。この映像は、投稿から10年以上経った今でも、多くの視聴者から本物の霊だ、恐ろしすぎる、といったコメントが寄せられ続けています。この映像の白い影は、一体何なのか。あなたは、この映像をどう思われますか。続いてご紹介するのは、とある男性が体験した、戦慄の出来事です。彼はある日を境に、自宅に知らない男がいるという悪夢に、毎晩うなされるようになりました。これはただの夢じゃない、何かがいる。そんな確信を抱いた男性は、自宅に潜む、何か、を捉えるべく、深夜、カメラを手に家の中を探索し始めます。暗闇の中、男性の足音が静かに響きます。家の中はしんと静まり返り、何もいないように見えます。しかし、Hello. Oh my fucking! Oh shit!いかがでしょうか。深夜、暗闇の中を撮影する男性。家の中は物音一つせず、そこには何もいないように感じます。しかし、事態は男性が階段近くに差し掛かった瞬間動き出します。男性が階段にカメラを向けると、明らかに何者かの足が階段を登っていることがわかります。恐怖に凍りついた男性は、とっさに部屋の電気をつけます。しかし、そこに、何か、の姿はありません。恐怖で足がすくみ、階段を登ることすらできない男性。彼はこの家で、一体何を目撃してしまったのでしょうか。男性はその後、この家を引き払い、アパートでの生活を始めました。あの日以来、悪夢を見ることはなくなったといいます。しかし、あの夜、階段を登っていた何か、の正体は今も謎のままなのです。続いてご紹介するのは、国内のとある定食屋さんにて撮影されたあまりにも恐ろしい一枚の心霊写真です。その写真は、見た人すべてを不安にするものでした。お分かりいただけただろうか。写真の中央には、食事を楽しむ男性客。しかし、彼の首がありません。まるで、何かによって切り取られたかのように、なぜこのような写真が撮れてしまったのでしょうか。この写真を撮影した店主によると、この土地には、昔から良くない噂があったとのこと。詳しいことはわからないが、何かがいる、そんな雰囲気が漂っていたといいます。この写真が撮影されてから、お店やお客さんに何か悪いことがあった、という話はありませんが、非常に不気味で、恐ろしい写真だと私は強く感じました。この定食屋さんがこれからも無事に続くことを、心から願わずにはいられません。続いてご紹介する映像は、とある女性が体験した不気味な出来事。彼女は、何気なく子供部屋に入った時、奇妙な光景を目にします。誰もいないはずの部屋で、異変を感じた母親は、恐る恐るカメラを回し始めます。Is there anybody in here with us right now? Music. Can you press a different button? Can you press a different button on the toy?
there anybody in here with us right now? Music. Can you press a different button on the toy? いかがでしょうか。何か怪しい気配を感じた女性は、レディールームに設置された子供用のおもちゃに向かって、そこに誰かいるのですか？と、問いかけます。そして、おもちゃはそれに応じるかのようになり始めます。これに強く動揺した様子の女性でしたが、女性は再び勇気を出し、何か違うボタンを押してください、と声をかけると、おもちゃは再びそれに応じるように、別の音楽を流し始めました。一体、この部屋で何が起きているのでしょうか。視聴者からは、ポルターガイスト現象ではないかとの声も上がっていますが、その真相は謎のままです。皆様はこちらの映像で起きた現象について、どのように思われましたでしょうか。続いてご紹介する映像は、ドライブレコーダーが記録した、非常に恐ろしい映像。深夜5時に車を走らせていた男性は、その場で起きた出来事に、動揺が隠せませんでした。いかがでしょうか。真夜中に車を走らせる男性。ヘッドライトが照らす先に、突如として人影が現れます。運転していた男性は、とっさにハンドルを切り、間一髪で衝突を回避しました。一体なぜ、こんな時間に人が道路の真ん中に、深夜に急に現れる人影として、もちろん霊ということも考えられますが、この映像を見る限りだと、その正体を霊と断ずることは、難しいようにも思えます。ただ、もしこの男性が霊ではなく、生きた人間だとすると、なぜこの男性は、真夜中に道路の真ん中に佇んでいたのでしょうか。真意は不明ですが、運転していた男性にとって、非常に恐ろしい瞬間であったことは間違いないでしょう。皆様も夜運転する際は、佇む人影にご注意ください。続いてご紹介するのは、アメリカで開催された、無神論者大会の映像。一見すると、活気あふれる討論会の風景ですが、よく見ると鳥肌が立つような違和感に気づくはずです。Debates all around the world. Have you ever had a clever or a interesting argument from the other side? No. All around the world. Have you ever had a clever or a interesting argument from the other side? いかがでしょうか。男性の発言に大きな盛り上がりを見せる会場。注目すべきは、壇上で質問する男性の背後。黒い服を着た男性が立っているのですが、その頭部が、なんと、透けているように見えるのです。これは一体、カメラの後ろに人がいるだけ、それとも何か超常的な存在が紛れ込んでいるのでしょうか。もし、この存在が本当に幽霊のようなものだとしたら、なぜ無神論者大会に現れたのでしょうか。彼らに何かを訴えようとしているのでしょうか。それとも、皆様はこちらに映る男性の正体についてどのように思われましたでしょうか。今回ご紹介するのは、レディットに投稿された映像です。2023年8月3日の午後9時39分、ある住宅の防犯カメラに不可解な現象が映り込んでいました。この時、家の前には一匹の犬がいましたが、吠えたりうろついて落ち着かない様子を見せています。
いかがでしょうか。明らかに何か異常を感じている様子の犬が映し出されている傍らで、突然この場を走り去る何かの足のようなものが映り込みます。これを目撃した犬はさらに警戒心を強め激しく吠えています。さらに別角度に設置されていた防犯カメラにもこの現象が映り込んでいました。映像を見た一部の人々からは編集ではないかという声も上がっていますが、この映像に映っている怯えた様子の犬の姿が現実に起こった出来事である信憑性を高めています。もともと動物は超常現象に対してとても敏感だと言われています。この犬の目には走り去る何かの足が見えていたのでしょうか。皆様はこの映像どう思われますか。今回ご紹介するのは X に投稿された深夜の森を撮影した映像です。この映像の撮影者は車でこの森を通過している時に何か奇妙な音が聞こえたため車を止めて撮影を始めたといいます。撮影者はどのような体験をしたのでしょうか。それではご覧ください。いかがでしょうか。撮影者は前方を横切る不気味な人影を発見しました。この人影は白いドレスのような服装をしており、女性だと予想されます。深夜の森を歩く女性、通常はありえない状況に背筋が凍ります。この映像を見た人々からはこの女性の正体はラ・ヨローナではないかと予想されました。ラ・ヨローナは泣き女という意味であり、メキシコに古くからある伝わる伝説です。白いドレスの女性が自らの子供を探して嘆きさまよっているという特徴があります。この女性の霊は田舎道や森などの人里離れた場所に出没すると言われ、今回の映像に現れた人物と特徴が酷似しているのです。この女性は何かを訴えようと撮影者の前に現れたのでしょうか。そして本当にラ・ヨローナだったのでしょうか。真相はわかりませんが、深夜の森で不気味な女性と遭遇した撮影者はとてつもない恐怖を味わったことに違いありません。こちらの映像は X に投稿され、瞬く間に話題となりました。この映像を視聴した人々はこの家を本物のお化け屋敷と呼び、この映像の信憑性について疑問を感じているようです。一体この家でどのような現象が撮影されたのでしょうか。それではご覧ください。いかがでしょうか。この家の住人が深夜に帰宅すると暗い室内で突然ボールが転がってきました。この動きは置いていたボールがたまたま転がってきたというものではなく、まるで誰かが撫でたように力強く弾んでいます。
不審に思った撮影者が室内を見渡すと、本来この場にいるはずのない幼い子供が顔を出していました。そしてまるで住人をからかうかのように笑い声を上げ、目の前を横切っていく様子が映り込んでいます。この子供の姿はとてもはっきりとしていて、生身の人間のようですが忽然と消えてしまうのです。子供を見つけた時の住人の息遣いから相当な恐怖を感じていることがうかがえます。この子供はこの家に住み着く霊なのでしょうか、それとも精巧なフェイクなのか、真相は闇の中です。今回紹介するのは X に投稿された映像です。この映像は非公開の医療施設で撮影されました。とある患者が深夜に物音がしたことで目覚め、その際に音の原因を撮影することに成功したのです。それではご覧ください。いかがでしょうか。この映像では病室のベッドのシーツの下が不自然に動いている様子が映し出されています。まるでシーツの下に誰かがいてうごめいているかのようです。残念ながらこの映像の詳しい情報は不明ですが、病院という場所であることから、この撮影者が入院している病室には目に見えない何者かがいるようです。この正体はかつての患者なのか、それともこの病院に住み着く亡霊か、どちらにせよ不気味であることには違いありません。最後にご紹介する映像はショッピングモールの駐車場で撮影された不気味な映像。監視カメラが捉えた不気味なその存在は見た人を戦慄させます。それではご覧ください。いかがでしょうか。注目して見ていただきたいのはフェンスより右側の通路。そこに突如として怪しい影のようなものが現れ、奇妙な動きを繰り返しながら通り過ぎていきます。一体この映像に映った影の正体は何者なのでしょうか。形だけ見ると人の形を保っていないということから、何か霊ではないもっと危険な存在なのではないかと感じます。この映像を投稿した男性は防犯のためにカメラを設置し、防犯での目的は果たせているとのことでしたが、どうやらこの時ばかりは映り込んでほしくないものが映り込んでしまったようです。撮影者の身に何か悪いことが起きないことを祈ります。今回は以上です。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価チャンネル登録をお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。